はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はパズドラ、バステトで全ての降臨を攻略していこう、極限ヘララッシュ、まああのヘラばっかりのやつですね、超絶地獄級をやっていきたいと思います。まあね、別のパーティーでというか、まあエドワードさんとかだったかな、あれで何回かクリアしてるので、もうどういうダンジョンかは分かっています。絶対余裕です。ラスト3分クッキングです。バステトさん、行きましょう。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブー、ミヒトチャンネル。さあやっていきましょう。最初はヘラウルズ。まあぶっちゃけね、多分ですけどスキル使わなくても勝てます。まあ、昔のダンジョンってことなんですが、 OK、闇も揃えつつこれです。 OK、 4つ消しするメリットはほぼほぼないようなもんなんで、この場合はね。よし、さあ次はウルズの次、イースだ。イース、ヘライースですね。水属性、まああのめんどくさいことはしてこないので、ぶっぱで倒せますでしょう。あとはキドロップが少ないので、ちょっと呼び込みたいところではあるんですよね。5、6、7、突破ですが、キドロップが1個しかねえな。キドロップが1個しかねえな。神の洗礼、うん、死にゃしないんだが、キドロップがないとな。さすがに副属性の火と闇だけで突破はねえ、さすがに、さすがにね。気落ちてきてくれてもええんやで。火めっちゃ落ちてきたな。わーおセリカさんの特攻がえげつないダメージいったみたいだな。光合成、貴族性のやつですね。まあ光属性のパーティーだったらきついところではあるんでしょうけど、問題なしですかね。はい、8コンボ落ちてきて、9コンボさらに落ちてきて、10コンボ、うん、ボッコボコ。ただお邪魔ドロップが毎回落ちてくるのはめんどくさいな。さあ光属性のヘラ、このあと、闇の普通のヘラが出てきた後、確かゼウスだったんだよね。ゼウスっていうか、あのゼウス&ヘラ、あれが出てきたはず。あー、これやばい、時間が足りないやつだ。時間が足りないですね。多分突破は、まあできますわな。できます。まあそれはできるわな。副属性だけでスキル使ってなくて突破したんですな。この洗礼で、死ぬこともあるんですけど、まあ問題ないですかね。OK、頑張ってコンボしていこう。この三色盤面ってなんだかんだ苦手。うーわー、もうミスった。はい、ミスりまし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 た。なんでそこで斜め移動してんのみたいなやつのせいで、全てが台無しになる。パニクるんですね、僕ね。はい、よくぞここまで参った。根性がめんどくさいんですよ、こやつは。めんどくさいんですけども、まあ、根性貫通するためのハウリングストームゼラさんですね。花嫁ゼラ欲しかったな。二色盤面。本当だったらね、僕はあの階段状にするのが好きなんで、それでやったりしてるんですけど、これ、引っかえるんですか。あ、よかったよかったよかった。まあ、突破は絶対できるんですけどね。根性対策さえしてるの全然余裕ではあるんですけども。オッケー。あれ、これ本当に3分クッキングだったんじゃないか。本当に3分くらいで終わってるような気がする。皆さん、カップラーメンのはできましたか。ちなみに僕、カップラーメンで好きなのは、UFO ですかね。ラーメンじゃないけど。あの UFO 美味しくないですか。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。